はい、それでは今回もアポリアビヨンドザバリー実況を続きプレイしていきます。前回からこの不思議なガラスの容器に詰まった黄金の液体を使いながら、ちょっとね、変わった遺跡を探索してるところですね。で、ちょっとまた、続きプレイしていくんですけど、その前に、一つ皆さんに謝っておかなきゃいけないとこというか今後気をつけますという宣言をしておきたいんですけれども、マップのことですね。明らかに左の方に僕が出てきた扉が書いてあるし、ここにはハンマーで開ける道も書いてある。そして滝の方を見ながら渡ったんだから、ここが最後に渡ったリフトだろうっていうところもあったり、まあ、ここに思いっきりねドームが書いてあるとかいろいろあって地図の読み方がねうまくいかなかったところがあったんですけれども、今後ねまた地図の切れ端があれば次こそはきちんと読み解きます。はい、まあ編集中にね、うわこれやってるわと思って、なんでそこ気づかねえんだっていうところあります。はい、それでは早速続きやっていきます。まあこれを電気代わりにしてね進むこともできるという。さてこれは何だろう。あ、パーツかもしかして。ん、なんだ、おかしい視界が。え、どちら様。時々見える人たちだ。こんなはっきり見えたことはない。なんだ、めまいがしてしまったのか、そして幻覚だったのか、何だったのかわからないまま。あれ、あそこに今なんか、え、何、今赤かった、赤い光が見えたけど、多分かけらはこれのことじゃない。これ新しいやつが入ったんじゃないか。あ、違うか。何拾ったんだろう。じゃあ先にこっちをちょっと見てみる。特に何かあるわけじゃないか。ん？でも少し広がってるな。あれ？なんだと？ちょっと待ってくださいね。こっちなんでこんな広がってんだ？行き先的にはこれだと思うんですけど、とりあえずこれ注入するか。力を。よっと。すると？あー！次は、これ太陽のマークかな。わかった。それを探しに行く感じか。それを拾ったんだと思ったけど、なくしちゃったのか。だから、あ、これ一個もらってきますね。ドプン。はい。下を降りてみるか。よいしょ。戻るツタが生えた。親切だ。ん？ああ、またいる。この下の方に歩いてったのかな。すごい。地下都市みたいなものが広がってるのか。なんかの施設だったのかな。あれ？緑色のガラスの容器？持ってる。これか。これ落としちゃったんだね。F。切り替えもできる。ほうほうほう。とりあえず目的のものは手に入れたぞ。あっさりと。そうですね。多分ね、このゲーム、パズル要素自体は、かなりマイルドになってるんじゃないかなと思います。おそらくですけど。パズルで詰まったら、また赤い何かがいた。その赤いのがいたところにはこの表現が少し雑な黒い煙が漂ってる。でこの黒い煙ってその途中でね、あの森の家があったところにその黒い煙から逃げてたみたいな描写があった
やつと一緒なのかな。だとしたら、なんていうか本当にすごく良くないものなんでしょう、きっと。戻ってきました。はい、ちょっとね、画面が、画面見てると酔っちゃうっていう声もあったんで、少しその酔わないような画面の動かし方を意識します。そんなのあるのかって思う方もいらっしゃると思いますけど、できるとできるだけ善処しますね。よっ。まあその激しいね、動きが要求される、激しい視点の動きが要求されるゲームじゃないので、ちょっとねゆっくりめに視点を動かせばある程度は対応できるとは思うんですけど、こんな感じでね。よっ。だから見てて酔っちゃう時っていうのは、その僕は右に動かすって思ってるんですけど、見てる方は右に動かすなんてことは思ってないから、そういう時にパッて右とか向かれると、やっぱりね、認識っていうか脳とのズレで酔っちゃうんですよね。全然違ってたらごめんなさい。画面酔いのメカニズムね。そんなことないですよみたいな、単純にあの視点のぐるぐるがあれなんですよとかって言われたら、ああ、まあそれはともかく、ひときわ大きい扉だ。あれ？でも穴開いちゃってるけど。え？あれ？棺？納骨堂みたいなところ？マップで言うと、このでっかい建物ですよね。あ、見えない。これか。ここに今入ってるんだと思うんですけど。じゃあここから入っていきましょう。あ、エリアチェンジか。わかりました。ということで3番目のエリアですね。ああ、棺っていうか僕が眠ってた液体が詰まってる。ん？なんかそれぞれマークがついてる。なんだこのマーク。それぞれ違うマークがついてますね。同じマークもありますけど、うん、なんだろう、棺神経衰弱とかが流行ったのかな。まあ外側から見えてるから神経衰弱も何もないか。誰か入ってる？入ってはない。というか放ってるな。なんか僕が入ってた棺は完全にチャプチャプの液体でしたけど、これはなんかカッチカチだ。凍っちゃってる。え？すごいところに来たな。これ、どうだろう。こっち一応進んでいいのかな。とりあえずは、まっすぐ進んでみ、ん？う、うわわわわ、いっぱい人がいる。なんだこの、この透明っていうかその、残留思念的な人を見ると僕ちょっとめまいしちゃうんでやめてもらっていいですか。体がしんどくなっちゃう、それ見てると。大きい壁画というか布画、布画っていうの布に描かれた絵が飾ってある。これ一回見たなあ。そのパーツを示してるのかこれ。だから今このハンマーのパーツと、あとこの太陽のギザギザのパーツを手に入れたんだな。そして後ろ側にはほうほう、なんだろう、6つの紋章すべて集まりし時。やべ、噛みかけた、危ねえ。いやギリギリ間に合ってなかったですけどね。集まりし、うーん、あそこに誰かいる。ひときわ目立つ思念体がある。みんなでパワーを集めたのか、何か封印したのかな。その真っ黒な疫病みたいな災いを。これは全然違うマークだよ。ほら、これどれになるのかな。あ、これ骸骨っぽいな。はん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 、なるほど。
ずっとその前回も使った例えですけど、血管のように流れてってますね。そこまでグネグネはしてませんけど。さて、ここだけマークがついてるのはなぜかな。乗ってみよう、とりあえず。不思議な力が手に入るというわけではなさそうだけれども、ここが開けられるわけでもない。なんだろう、真似してみるか。ここに立ってこれを眺めてみる。違うか。なんだ、帽子持ってんの。あ、違う、一個はめ込んだんだ。その帽子をなんか取るみたいな感じがあったから。ん、一つ開いた。え、一つ手に入れた。あれ、もう一つ持ってるよ。置いていい？ハンマーのやつ持ってる。あ、違う、この太陽のやつが欠けてたのか、そもそも。どうやって死んだんだ、これ。無茶な体勢で死んでる。首痛めるよ、その寝方は。そうか、これだけ一つ欠けてたんだな。だからそれがハマったことで、一つ開いたんだ。なるほど。太陽マーク。あれ、あそこでまた何か輝いてる。うん、一ついただきました。このマークか。このマークはあのマークではないですけどね。こっち側に、あれ、あそこに誰かいる。無視しちゃった。こっち側もちょっと見とくか。ここ何があんのかな。下は溶岩だ。うん、こちら側に扉はないですね。あの通路中央にいる人たちを無視せずにちょっと追いかけてみるか。あれ、なんかすごい勢いで走ってる。待って、うわっ、びっくりした。待ってよすんげえビビっちゃった、普通にそういうゲームじゃない。うわ、焦った今あー普通にホラーゲーム、なんか点滅してますけど扉が。普通にホラーゲームのびっくりの仕方しちゃったなあ。あれ、こんな開いてたっけ。わあ、いっぱい寝っ転がってる。ここ開いた、新しく。あ、これ上映会っぽい雰囲気がある。こっち側から刺す。はい、お、始まった始まった。うん、はい、川から流れてきたね、これを。ああ、なるほど、本当に霊安室っていうか納骨堂じゃないけれども、川から流れ着くところなんだ、ここが。これ閉まってね。さて、今日もこの素晴らしい草はたくさん出来上がってるな。いいことだなあ。この草があればさ、みんなを救えるかもしれない。まあまあ待てって、そんな大層なこと言うもんじゃないよ。俺はいいわ、一抜け。え、なんで、これすごいのに、なんでそんなこと言うの。だからこの人はあの草がたくさん広まることを望んでなかったのかな。あれ、疲れてる、どうしたの。時が経ってるのを表してるのかな。なんか歩き方に元気がない。いてててて、腰も痛くなってきた。おや、あの火がついてた箱だ、なんか入れてる。いてててて、腰が痛くなってきた。なぜ。そしてみんなのところに、あ、ちらっと見てる。あ、なるほど、ちゃんと自分は老いることを選択したんだ。なあ、これ飲んでよ。いや、いいって、俺一抜けしたからさ。
こんな馬鹿げた世界生きてらんねえよ。なぜかしら、これを飲めば助かるのに。偏屈なおじいちゃんね。で、ここでずっと仕事をしてきたんだな。流れてきたぞ。あれ？おかしい。誰も流れてきませんね、ここ20年。今日もか。まあ僕たちは帰ります。お先です、先輩。なるほど。死を司る仕事をしてたんだ。だから、そのやっぱり、ね、命があるものは、まあその最後を迎えて終わりですからね。そしてその最後の瞬間を見取るというか、任されていた、司っていたあの人は、あの草が出来上がったせいで、あの草があるせいで、仕事ってわけ、仕事を失ったっていうことだけじゃないと思いますけども、自分のやってきたこととか、うん、そういったことが、その、なんていうかな、侮辱されてるというか、悲しかったのかな。そういう気持ちになったのかもしれないです。じゃあ、ここは、その人の仕事場なのかな？他にはもう開いたけど、進んで良さそう。こっち側もちょっとだけ見ときます。そうですね、特にマークとかはなさそうです。進むか。なるほどね。だから、あの草を見つけたものの、自分は使うことはしなかったってことだな。おかしいって思ったんだ、きっと。とりあえず灯しときます。よいしょ。少し広いところに出ましたね。だから川の近くにこの施設があるのはそういった理由なんでしょうね。これいっぱいあるかな。あ、そんなにないわ。よっ、フラスコいただいておきます。ちょっとさっき見た緑の容器が気になりますよね。ここも水が枯れちゃってんのかな。水が出てきてたような蛇口がありますけど、錆びてるな。錆びてる。まあ別に中覗いたからって何があるってわけじゃないですけどよし、また夕日になってる。さっき夜だったけどな。でもさっき夜ってこと考えれば、これは朝日か。あ、朝っぽい。チュンチュン言ってるし、夜が来れば朝がやってきますね。よいしょ、スイッチオン。おや、これかな。いや、全然違う気がするけど、これでもない。全然違う。ないぞ、大切なパーツが。これだ、これが必要。だいたい近くにあるんですけどね、今までの感じだと。さすがにそうはいかないぜとなってきたかな。まあステージもね、3つ目に入ってそろそろいろいろ考えてもらわなきゃね、君にもっていうことはあるかもしれないですね。よいしょ、これはこれか。よし、ガチャン。すごい、ミステリア、あーでもて、ごめんね、ミステリーハンターやってるみたいミステリアスの方が出ちゃった、言葉が先に。あれ、少し狭い。うわー、こういう天井狭いとこ僕あんま好きじゃないな。好きな人そんなに多くないと思いますけど、ちょっとこういう狭苦しいところは苦手ですねさて、さっきみたいにこの岩石がボーンとかで落ちてこられたら誰でもびっくりするって。あれ、また水辺に出てきたな。あ、あそこになんか赤い、あ、植物か。ここどうなってんだろう。